それではフジソフトの姫野さんをご紹介いたします。So he's a assistant general manager, distribution business section,、uh, embedded product, business development department.So、hmm? uh, today he, he will talk about、uh, r e world voice of customer. Expert, expectation for risk 5. So, he very terminal title and hello. So, I'm Tomohiro Kime uh, assistant general manager from uh, our Fujisoft. So, uh, today I would like to explain our uh, activity and plan for Risk 5. But, so unfortunately, so we I Don't have、uh, English material, so I would like to explain so in Japanese.、Uh, sorry for inconvenience. はい、ではここから日本語でよろしくお願いいたします。<laughs> あの私富士ソフトの姫野と申します。よろしくお願いいたします。あの富士ソフトという会社あのお聞きになられたことある方たくさんいらっしゃるかなと勝手ながら思っているんですが、あの独立系のシステムインテグレーターになります。 で我々がその数多くのですね、お客様の開発の中で、今、組み込み開発で非常に困っていること、そういったところをヒアリングしてきたものを少しご紹介しながら、我々のリスク5に対する取り組みというのをご紹介させていただければなと思っております。で簡単に会社のご紹介です、えー。富士ソフトという会社、独立系の SI ベンダー、先ほどの重複になります。えー、と従業員がですね、えー 単体で7000名今、ちょっと数字古いんですが、8000名ぐらいおりまして、約8割がエンジニアになります。で、富士ソフトという会社なので、ソフトウェアばかりやってるのかなと思われてしまうことが多いんですけれども、実はハードウェアの舞台もおりまして、ハードウェアというのは基盤の開発ですとか、FPGA、ASIC の言語設計、そういったメンバーもいる会社となっております。この後、詳しくご紹介いたします。 はい、我々の事業拠点というのは日本全国にございまして、本社が横浜の桜木町でございます。でもう一つ大きなオフィスが秋葉原の方にございまして、まあ UDX の近く。 だったりイベント会場として使われていたりだとか少しご存知の方もいらっしゃるかなと思いますでそのほか全国にある形とあとはですね中国と韓国そしてアメリカカリフォルニアの方にもオフィスを構えてグループ会社を運営しているという会社でございますはいで私のもの組み込みサービスというのを大きく分けますと2つございましてこちら皆様がよくご存知のところが受託開発 まあ、あの皆様がリソース不足だったところを、えー、我々の方のエンジニアがお手伝いをして開発を一緒にさせていただくというところでもう1つは、えー、世界の組み込みの製品の提供というのをこれ約3年ほど前からやっておりまして単純に受託サービスを提供するだけではなく、えー、世界の尖った技術を持っているパートナー様の、えー、製品をご紹介して、えー、一緒にシステムインテグレートをしていくというようなサービスをしております今日は、えー、この2番目のお話が中心となります でちょっとまた自宅の話に戻ってしまうんですけどもえ先ほどのお話になりますソフトウェアこれ、あのー、ソフトウェア8割といった形で言ったんですがあの主にもっとですねローレイヤーハードウェアに近いところのエンジニアという意味でのご覧頂ければと思うんですがソフトウェアが約300名ほどでハードウェアが140名ほどいるということで、まあ、450ぐらいが組み込み、えー、もう泥臭いところの組み込みと呼ばれるエンジニアになってます。 でこちらが先ほどのお話になるんですけども今ですね35社世界各国三十3 5社のパートナー様とアライアンスを結ばせていただいておりまして取扱い製品800以上ですやはり多いのが FPGAASIC の IP コアになるんですがボード系そしてあとセキュリティ向けのソリューションといったところも揃えているところになりますこの中で昨年の秋ぐらいからですね取り組み始めているのがリスク5というところの技術になります でここからが本題です、えー、組み込み開発40年独立系 SI 富士ソフトが、えー、お客様の組み込みの開発の悩みを聞いてきたというところなんですけどもこちらの、まあ、一般的によくあるハイプサイクル ですがすがませんちょっと文字が小さくてあれなんですけどもこのハイプサイクルと我々の開発の受託開発の状況を比べてみるとやはり数年前から自動車がかなり盛り上がってましてセンシングまあ a d a そういった形の開発が非常に盛んになってきましたでじゃあ最近はどうなのかなって言いますと私どもだけなのかもしれないんですが自動車がちょっと落ち着いてきていて AI えー、そして、IoT エッジコンピューティングと呼ばれるところが盛んになってきていますで。やはりこの自動車数年前の自動車とエッジコンピューティング同じお話なんですけどもやっぱりですね IoTIoT IoT というところに皆様何かしらもがいて答えを見つけ出そうとしているというのが、えー、肌として感じられるところになっています。 でそういったお客様がどういうところを求めているのかなというところなんですけども、えーと、ここから出てくる内容、結構今までの組み込み開発と、えー、の課題と一緒です。ただ、えーまあ、ということで、ZIP の開発、量産コストを下げたい、まあ、今、スタンダードになっているあの、まあ、ものが非常に高いというような声がたくさん上がっています。あとは FPG を使うユーザーさんは、えー、と大手の2台メーカーあるんですけども、ぶっちゃけどっちでもいいと。 自分の製品にマッチするものであって価格が安ければどっちでもいいただどっちかに行ってしまうと乗り換えにくいということでそこを自由にやりたいなというような意見があったりであとは消費電力を抑えつつ高性能なプロセッサーが欲しいというようなお話、まあ、今出ているコンピューターのアーキテクチャかなり前のアーキテクチャのものが多いと思うんですけども革新的なアーキテクチャのもので消費電力を抑えられたらいいなというようなお話があったり 自分のオリジナルの機能を作りたい。これは、あの、昨今の組み込み開発の特徴なんですけども、昔、私が十数年前エンジニアだった時は、一からスクラッチで開発していたものが、部品を組み合わせて作るという組み合わせ開発になってまして、差別化が非常に難しい世の中になってるんじゃないかなと思ってます。こういった中で、チップレベルでもオリジナルのものを作っていきたいというようなニーズ。 あとはディスコン下げたい、長期的なサポートを受けたいというところが非常にやはり組み込みのお客様としては昔から変わらずです。で、やっぱりここに期待するところっていうのがレスク5だろうということで、ここで書いてある特徴はもう皆様ご存知のところで言わずもがなのところだと思います割愛いたします。 で開発方法、こちらも皆様すでにやられていたり、ご存知のところあると思うんですが、基本的にオープンソースなので、GitHub とかで,です、ね、公開されてますで。こちらをハードウェア、プロセッサーの IP、ソースコード、RTL ですね、そういったものをダウンロードしてきて、お客様の方で開発をすれば、自分のオリジナルのものができてしまう。 でこの上で動くソフトウェア、SDK といったところも、えー、基本的には GitHub 等のダウンロードしてきてツールチェーンで開発環境を組み上げればできると。えーまあ、Linux 開発している、えー、ことがあるソフトウェアエンジニアならイメージしやすいかと思います。ただですね、えー、これをオープンソースをこのまま使っていく、えー、非常に自分のオリジナルでコストも抑えていってできるんですけども、同じ問題が、Linux と同じ問題が起きまして、 これの評価って言ったところに非常に時間とお金がかかります。で、やっぱりですね、ここを担保するって言ったところが今後の組み込み製品の開発の重要なポイントだと我々は考えています。 ということで、我々はですね、そういったリスク5専門のベンダーさんとアライアンスを組んでまして、先ほど私の前に発表されていたアンデスさん、この後発表されますランバスさん、今日来ていないんですが、ブルースペックさん、セキュアルエフさんというようなベンダーさんを、まずはファーストフェーズとしてアライアンスを組ませていただきまして、リスク5向けにソリューション、 言ってみればエコシステム的なものでご提供していこうという活動をしています。はい、で、その他リスク5のコア中心のものはできるんですけども、やはり周辺ペリフェラルだとか、開発環境、ボード、そういったものが必要になってくるので、そういったところは先ほど冒頭にご紹介しましたけれども、われわれが持っている他の製品を組み合わせて、トータルでリスク5を開発できる環境をご提供するというような準備を整えています。 でここは完全にご紹介になってしまうんですけどもやはり自分の中で自分たちのリソースの中でできないといったところには、まあ、富士ソフトを有効活用してくださいというような、えー、とこの受託開発サービスとリスク5のソリューションとその他の製品でお客様のリスク5の開発をサポートさせていただくというのを掲げております。 でえー、とちょっとこのあたり、えー、今日お時間があまりないので詳しいお話できてないんですが、っ、えー、と我々のウェブサイトの方に詳細書いてございます、もしお時間があればご覧いただければなと思っております。またあの、えー、デモブースの方で、実際の先ほどご紹介した4社の製品といったところ、詳しくご説明できるエンジニアおりますので、ぜひご来場いただければなと思っております。 最後でございます。皆様のお手元にですね、こちらの紙をお配りしております。実は10月の23日と、これすみません、日付間違ってますね、25日、東京、秋葉原と大阪の方でですね、SH コンサルティング様、ブルースペック様、ランバス様、セキュア・アルフェフ様、アンデッサ様とと、一緒にですね、ミートアップというイベントを リスク5のイベントを開始します。1日で分かるリスク5の開発手法と採用事例。こちら完全無償となっておりまして、東京がもうかなりキャパがいっぱいになってきています。ですので、ちょっと抽選になってしまうかもしれないんですが、ぜひご応募いただければなと思っております。大阪はまだまだ、えー、絶賛募集中でございますので、ぜひこちらもご覧いただければなと思っております。はい、以上、えー、富士ソフトの発表でございます。ご清聴ありがとうございました。 Shimeno-san, uh, thank you for your uh, wonderful presentation and very interesting uh, customer of voice.